噛み切りました。全然緊急で動画回してないんですけど、全く。ですね。はい。イクミ。はい。お前、ナイス情報俺に持ってきたな。ナイス情報。ナイス情報でしょ、これは。やっとですね、イクミが役に立ちました、皆さん。なんてこと言うんですか。いや、それでも、桑田氏、やっぱ同居人として、やっぱ僕大先輩じゃないですか、桑田氏は。もう、言うしかないですよ、この情報は。いや、2ヶ月経ったな。いや。1回はあっただろう。この間に。ここに来たことがちょっと遅かったですね、すみません。はい、なんとですね、はい、イクミン情報によると、はい、今日ここで、はい、都内某所で、ピカルが、髪を切ってるらしいです。ちょっとプチ情報なんだよな、ちょっと。というわけでね、本当ただのプチ情報なんですけど、ようやく同居して2ヶ月で掴みました、ピカルが髪を切るという日と、そして場所を。なんで皆さん、ここからですね、はい、一大企画、ピカル美容室、完全密着したいと思います。行きましょう。なんと奇遇にも昼間僕も髪切ってます。確かにすっきりしてますね。はい、そうなんですよ。なんで、お互いにね、同じ日に着るあたり、お前ほんま好きやな。いや、どっちが合わせたかどうかって分かんないです。クロスさん美容室行くんすかとか朝行ってきて、クロスさんもすかみたいな。来たな、本当に。まあいいよ、撮ってやるよ、撮ってやる。視聴者のためだからね。はいはい。もうやっぱピカルファンもいますから、僕の視聴者のね、民族移動してきたね。ですね。というよりもね、皆さん、今日何の日かというとですね、昨日、あのお家に同居人が一人増えました企画で、はい、林直弘、そしてプチ桑田、ちょっと出てますね。はい、ちょっと出てますが、なんと急上昇1。もうすごいですね、本当に。もう100万いきました。まだ。リアルタイムがちょっと僕見れないんで、あれなんですけど、ただもう行ってそうですよ。行ってそうだよね。もうなんかね、はい、ちょっとそこら辺も聞きましょう。はい。まあ多分もうピカル。調子っす。絶好調ですね、多分今日は。別に怒られないんじゃないかな、みたいなね。はい。さすがに突撃させてよ、これは。まあ行くしかないです。行きたいと思います。行きましょう。どれが切ってんだろうね。確かにそこも気になりますね。ここね、京極って書いてあるんですよ、皆さん。もう完全に令和のトレンドという京極じゃないだろうね。ちょっとさすがに重いよ、今。俺髪切って表彰式終えてきてるわけだから。まあ確かにそうですね。こっから強国来ると重いな。ハンバーグの後にチーズバーガー来た感じ。もうちょっと長いです。もう痛い。言いましょう。おっ、いますね。何をしてるの、ヒカルがいましたね。ヒカルさん、何だろう。ヒカルさん、あ、すいません、ちょっとどいてもらって。ちょすいません、ソソゲさんじゃん。どうせうるさいな。単乱だよ、お前。何言ってんだよ。表彰式表彰式の後。おー、串が入りましたよ、皆さん。ヒカルさん、いいですか、ちょっとこの情報掴んじゃったんで、もう今日美容室に来てるって情報。声がずっと聞こえてるんですよ。聞こえてる。声バカでかすぎるんで。あ、なるほどね。あっちから聞こえてた。はい、ずっと聞こえてます。ヒカルさん、今日はヒカル美容室完全密着です。完全密着です。ありがとうございます。いやー、見たかったよね。金と黒の塩梅どうやってるか見たかったよね。ささげさんがもう串入れが始まっておりますからね、皆さん。ちょっと熱いんで、僕もね、さすがにこれ腕通してないの理由があるんで、熱いんで、はい、本当に。ちょっと、ね、見ていきましょう。いくみ、はい、しっかりね、はい、カメラ回していこう。ちょっとささげさんが集中できるようにね、しっかりトークしていこう。これずっとどうなんですか、今日。アニメだろ。マジ完全密着ですから。ちょっと椅子とかねえの、このお店。なんか俺ここでうろうろしてるとやだな。ほんとさ。さあ、行きましょう。おかしくないですか、大丈夫ですか。いや、絵面大丈夫ですか。まあまあ、これで行きましょうか、じゃあ。はい、はい、行きましょう。間違いなく、他のお客さんにバレましたね。声がでかすぎて。でかすぎて。はい、やってしまいました、いつも通り。営業中ですからね。営業中なんですね。他もやってるのね。で、佐々木さんはこう場所を借りてるってことですか。そうそうそう。あ、そうなんですね。ヒカル君の髪やるとき、最近この京極さんのところを借りて。すごい。京極さんとはどういう関係で。全然初対面っていうか、会ったことないですよ。会ったことないんだ。俺は会ったことないです、ね。
あ、そうなんだ。はい、場所だけ変えてます。へー、なるほどね。いや、ごめんね、なんか押しかけちゃって。寝る、寝るんで。いや、何も面白くない。いやいや、それ何も面白くなくなっちゃうぞ、これ。これみんなピカルのトークが来ちゃうよね。なんか質問してくださいよ、ね、先生。テーマ、テーマ。いやいや、もう一個しかないでしょ、今日は。はい、なんすか。急上昇1おめでとうございます。あ、ありがとうございます。これはそうでしょ。今のね、あ、最高、落ちてますね、やっぱ調子いいね、うん、どうですか今の率直な感想を。まあこの企画強すぎないですか。まあ狙い通りっていう思いもありますけど、はい、想像よりは伸びたなって感じですね。まあ正直、はい、100万は余裕でいくなと思ってたんですけど、今、はい、リアルタイムで数字見たら今ほんとちょうど24時間ぐらいで100万再生です。すごくない？うーん、1日で早い。コメント数やばいしね。登場人物もすごいからね、一条響がね。確かに。あともう一人寝てた女だけどね。いましたね、あの子。名前がなんだっけ、ひな、ひ、ひ、ひなたちゃん。ささげさん動くなぁ。まあ、今日美容師なんで。働いてるな、ささげさん。よいしょ。久しぶりに会話するなよ、ブリーチ。だいぶ黒くなっちゃってるんで。ああ、確かにね。はい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 。あ、それを今日ケアしに来てんだ。マドカットですね、軽く。おお。どこでカットするかみたいな。確かに髪こうみたいな伸びてるな。みたいですね、正直。はい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 。まあ、ちょっとじゃあメンテナンスですね、今日はね。うん。黒さんもよく切ったんですよね。切りました。好きだね、お前。俺のこと。同じ日に切るなんてさ。大好きだな、本当に。同居人生活でまさか美容室かぶるとはね。30日あるからね、月に。もうトークなくなっちゃってるじゃないですか、もうネタが。あるだろうよ。いやだから林さんとさ、やっぱりこう急上昇1位取ったらちょっと嬉しいわけよ、うん、ね、嬉しいですね。そうそうそう。で民族移動もね、まあ、順調に 1.2 万人ぐらい増えてるみたいですよ、さっきツイッター見た。ああ、そうそう、ね、うん、まあ最低限すごくないか。うん、まあでもなんかこう新しいこうフォーマットができて、うん、まあ、俺のチャンネルも多分 YouTube やってる中で今一番来てるんで、これが嬉しいですね。今一番来てる。今一番来てます。ピカルっていう人間の価値が今一番高いです。今自分でピカルって言ったよね。まあ一番高いんですよ。その瞬間にちょっと立ち会えてるのが嬉しいですね。うん、あ、なんかこう35が全盛期で、そこまでにこう表示上げていくっていうふうに宣言してるんですよ。あ、そうなんだ。それの狙い通りこう来てるなっていう感じがしますね。なるほどね、はい、今32歳、3年後にね、はい、順調です。35の時どうなっちゃってんだろうね、うん、本当に楽しみですね。うん、いやでも動画自体めちゃめちゃおもろかったんだよね、昨日。ずっと見てたけど俺、昨日ね家帰ってきてからテレビで2時間べったり見てました、ね、めっちり見た。うん、べったり、倍速とか使わずに。でもやっぱね、こう簡単に撮ってるようで、うん、意外にちゃんと撮ってますよね。ねえ、いろんなシーンあるしね。考えて撮ってますよ。逆に言えばダメなクオリティだったらもうちょっと足してるんで、はい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 、出したくないんですよ、微妙なクオリティで。なるほどね。いけるなって判断してから出してるんで。なんか俺ちょっと解読できたのが、はい、なんかいろんな場所場所でその場所ごとに喜ぶ層が違うのよ、光くんの動画って。うん、だから長尺だから起こり得ることで、うん、例えばけど乗り玉で喜ぶ人もいるのよ、うん、で最初の俺のパンチで喜ぶ人もいれば、響ちゃんで喜ぶ人もいれば、うん、最後のあのフランチャイズチャンネルの林さんの真剣トーク、そして内閣総理大臣になりたいっていう大人のトークでね、うん、ビジネストークでお喜ぶ人もいれば、だからコメント見ててもやっぱそのいろんな、ここが面白かった、ここが面白かったっていう、まあ、これが光くんのすごいとこだなって思いました、ね。うん、まあでも普通の人がやってる YouTube の動画を4本くっつけたみたいな動画ですね。うん、簡単に言うと。そう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 。そうなの。うん、だから大満足だし。本来だったら、まず人が家に来たら1本撮りますよね。で次、一丁響に行くで1本撮りますよね。うん。はい、だからそういうことなので、普通だったら。うん、うん。それ全部混ぜちゃってるっていう。だから飽きないんだよね。うん。そしてちゃんと抑えがいるっていうね。林。なんかね。そう。抑えを用意しているっていう、なんか邪魔ですか僕たち。え、いや塗りたいなっていう。言ってください。言ってください。僕たち邪魔はしに来てないですから。すごい動画なんだよね、もう長尺でさ、あそこまでのさ、うん、急上昇1位は嬉しいよね、本当に。なかなか取れないですからね今ねえ。1日で100万再生すごないか。取ったからといってなんか新規がめちゃくちゃ増えるわけではないんですけど、ファンが喜ぶんで。やっぱそうだよね。それで一日ファンが喜ぶ
っていうのに意味があるかなと思いますね。そこにまた違うファンがバンバン来てね、うん、やっぱ光来てるみたいなね。もうだからもうすごいですよ今本当に。なんか総理大臣応援しますみたいなさコメントもいっぱい来ててさ、うん、ああまあそうですね。林さん絶対出馬してくださいね。そんな簡単じゃねえんだぞ、うん、でもなんか確かにその冷静に昔からずっと思ってたことあるんですよ。国のトップって普通に考えたらお金儲け自分でできる人がなるべきですよね。いや間違いない。普通に考えるとそうじゃないですか、うん、最も能力の高い人間は国のトップになるべきじゃないですか。そうね。じゃあまず一台でも成功しちゃってるやつが普通になるのが普通な気がしますよ、ね、俺もそう思う。でも日本ってそうじゃないですよ、ね、うん、まあ、給料制だからね。なぜかね他の国も多分そうじゃないじゃないですか、うんうんうん、本来だったら別にいやお金なんていらないよっていうやつがなるのが一番強い、うんうん、そしたらその人はお金のためじゃなくて、うん、やれるじゃないですか。いやそれこそドナルド・トランプも自分でホテルグループね一台作って、うん、でアメリカの大統領になってたりね。そういう人もいっぱいいますよやっぱりね。経済界のトップがなったらめちゃくちゃ儲かるみたいな国がね、うん、可能性ありますよね。ビジネスの人があった方がね、うん、強いですよね。ヒカルは政界には興味ない。僕ないですね。その話はねちょっと聞きたかったね。よく言われますけどね、うん、能力がまあ合ってるってマッチしてるっていう意味では、うん、まあ、正直強いと思うんです。自信はありますね。まあ、総理かどうかわかんないですけど、何かしらにはなれると思うんですよ。うん、はいはい。ただまあ、窮屈じゃないですか。そうね。まあ、林さんも言ってたけどね。うん、林さんが言ってた都知事像はめちゃくちゃ楽しそうだよね。その自分のお金でちゃんと遊んで、うん、で、国のお金は1円もいらないと。あれすごいよね。あれなんか立派じゃない、うん、まあ、そういう人も増えたら確かにね、うん、税金で何してるからどうとか言われなくなりますね。いや、間違いない間違いない。うん、いやだから深い話もあって、で、しょっぱなの方の林さんのなんかキャバグル、あーちょっとキャバグルいなとこもね。イクミンはさ、なんか林さんをさ、ずっとさ、うん、まあ追ってきたわけじゃん。はい。ああいう姿見てないわけじゃん。いや、視聴者的にはわかんなかったですね。ただもうその、うん、令和の虎で見てる人は多分その林社長が、うん、いい人っていうのは多分みんな知ってると思うんですよ、うんうん、やっぱすごいじゃないですか、この志願者の方に対して、うん、どこかなんとかこういいところを探して、うん、こうお金を出してあげるみたいな、ね、だからそういういいところだけがやっぱ映ってたから、やっぱかっこいい部分とかも、はいはい、なかなかやっぱ見れないですよね、うん、普通は。まあね、あとキャバクルの部分もね、まあそんなの全然知らなかったですそこも含めて多く使ってたの知らないでしょ。知らないですね。すごいよね、うん、いやでもあの動画で林さんがキャバグルイ、キャバグルイって言葉やめるか、うん、太客か、太客やってるのを面白くするのがやっぱすごいもうあれは僕のチャンネルではどうしたらいいか分かんないやつだから、うん、あ、なるほどね。そう、しづらいってことですね。しづらい、うん、うん、でワンチャン林さんだけダメージ被る可能性だったらさ、まあそうですね、そうそうそう、だからすごいなと思ったよね。やっぱ、まあ、炎上したからこそこのマイナスがプラスに変わるっていうことを知ってるのはでかいですね。あ、でこのマイナスに大きく振られたエネルギーはプラスに転じた時に同じぐらいのエネルギー量なんで、要はマイナス10はプラス10になるんですよね。あ、なるほどね、はい、ダメージ分がプラスになるんだ。そうです、マイナス1はプラス1にしかならないっていう、だからマイナスが大きければ大きいほどプラスにかけた時の一発でかいっていう計算になるんですよ。そういう意味ではこうあんだけキャバクラ使ってる人って非日常の人じゃないですか、うん、日常にいないんで、うん、だからいいっていうことですよね。あれさ、いないからね、うん、喜んでたしね、ずっとねそうですね。これ言っていいですか、あの林さんが家に来た話は昨日。おいっしょ嬉しすぎて嬉しすぎて深夜1時ぐらい、はい、あの僕とかは全然ストーリーとかもあげなかったんですけど、うん、普通に林さんが家に来ましたね、一人で、うん、だから今日もこの後に来てくれって言われてますから、ね、言われてます。お祝いしましょうって。いや本当に嬉しすぎて、はい、まあ、場所は六本木です。林さん初めての感激、うん、いや本当に喜んでますよ。相当反響あるみたいでね、 DM とかやまないって言ってたもん、タグ付けとかがいっぱいされるし、まあ、でもそれを母さんは一回経験してるわけですもんね。いや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 、林さんも可愛かったけど、あの僕とねピカルと林さんのグルチャがあるんですよ。うん、そこであのリューピーの気持ち分かった、本当に公開前そわそわするって言って言ってましたね。そう、もうね気が気じゃなかったと思う、うん、何よりあの一番最初僕やっちゃって、しかも急上昇1位取ってるじゃないですか、うん、だから多分本人的には絶対超えたのはある、うん、あ、なるほど、俺は先輩だしね。まあね、うん、そう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 。ちなみにこういう今物語、昨日の点4本浮かんだんで、え、4本先まで僕 見えてます。動画で、はい、4本撮れる。あ、撮れます。正直すごいね。全部強いです多分、構成ができてるんで。すごくない？大丈夫、僕構成作家みたいな動きしてるんで本当にそのストーリー考えてるんです。あ、なるほどね、はい、浮かんじゃってんだ。浮かびますね、はい、次々と浮かんだんで、はい、これ今日のシャワー後も言ってました。
シャワー浴びてたら浮かんだメモしてなーって言ってタタタタタって言って、まあ、ちょっと本気になりゃこんなもんなんだなと思いましたね。おー、すごいぞ、うん、やっぱ今までなんかこう真面目にしてこなかったから、うん、真面目にしてこなかったと認めるんだ。真面目なんで、だから僕の中では手を抜いてた部分があったっていうことですね、うん、楽してたというか。ああ、なるほどね。めんどくさかったんですよ、サムネタイトルからその品質で考えて、構成まで考えるの。いや、まあね。そうだ、それでエンジャンプするでしょ。だからもう、構成とか考えるのだるかったんですよ。でも構成がめっちゃ大事だなっていうことに、うんまあ、改めて気づいて、最近はそれをやるようにしてるんですよ。だから多分伸びてるんですよ、全部。ね。はい。ささげさんも見ましたか、昨日は。見ましたよ。どうでした？林さんってなんか、でも僕、本当にああいう感じじゃないと思ってたんで。なんか、でも、ああいうのも出すんだっていう。うん、しかもどこでも出さないじゃないですか、多分林さんも。まあまあそうね、ヒカル君のチャンネルだから出すじゃないですか。いやそうだよ、男気から始まってるから意外にこれは、うん、でちゃんとなんかうまく料理してくれるから出すじゃないですか、うん、最終美味しいってこうねウィンウィンになるから出してくれるから、うん、確かにね。まあなんかそこをこう浸透させてるヒカル君のなんか今までのあれもすごいなと思いますけど ね。プラス最近のヒカル君はやっぱ違うんですか、さっき言ったね、構成とかも含めて。ああ違うと思う。なんか覚醒した感あるの。うんうんうん、あるんだ。なんか余裕ができたっす、前よりやっぱ。なんか前はもっと、あもうこれ絶対今日上なんか1本絶対取らなきゃとかだったんですよ、うん、あもう今別にもう出てこないんだったらもうしょうがないみたいな。降ってくるときは降ってくるから、はいはいはい、はい、まあ、考えるは考えるけど、うんうん、もう無理だったらもうしょうがないっていう。ちなみにね、この企画あるじゃないですか、このなんか泊まりに来た企画、まあ、はい、僕からスタートしてますけど、はい、この日のなんかストーリーに僕後日ファンからあの教えてもらったんですけど、うん、降ってきたっていうストーリー上げてるんですよ、この人。あれ本当に降ってきたからいきなり緊急で動画回しちゃうじゃん。そうっす、やばいね。降ってきたんですよ、構成まで見たんですよ、だからそこで。だからその撮ろうって思っただけじゃ降ってきたにならないですよ。確かにね。要はゴールまで道筋が見えた時に行けたなっていう、光の道が見えるんですよ。光の道が見えた、はい、はい、それが見えると、うん、本当にうまくいくんですよ。これマジで、あこれいけるなと思ったことは基本外さないです。ほとんどのパターンで当たります。はい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 。もちろん 100% じゃないですけど、うん、でも最近の動画の評判やっぱめちゃめちゃいいんじゃないですか、はい、最近はいいですね。ねえ、まあ、山奥のやつもそうだったけど、うん、完璧っちゃ完璧ですね。ねえ、はい、しかもさ、なんかさ、まあ、今回とかの企画はあれだけどさ、その山奥とかの企画はさ、はい、めちゃめちゃその偶然が重ならないと面白くならない系じゃない、あれは。ああ、まあそうですね。でもなんかその偶然もあるし計算で若干できるところがあって、どんな占い師、まあその光になってみれば分かるんですけど、慣れねえだろ。あれもう偶然じゃないんですよ。違う、必然的に何かが起こるっていう、ただその何が起こるか分かんない、そこだけ偶然なんで、何か起こるっていうことに関しては偶然じゃないですよ、必然なんですよ、これは。僕が生きてきて、こう光でなんて有名になって、うん、外に出て何も起こらなかったことがゼロなんで、あーなるほどね、100% 何か起こるんですよ。だから、うん、何か起こるかなっていう不安は特別ないんですよ。だから何か起こった時に、その起こったものをちゃんと料理できるかっていうところは問われてるだけなんで。はい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 、はい、何か起こる絶対に、はいはいはい、そこをうまく料理するかどうかっていう、そこに意識を向けてます。あなるほどね、まあ、だから1個チャンスが出た時にそこをどれだけ取れるか、いけるなって思った時にそこでどれだけ面白いとこ部分を取れるか、うん、出会った人のことを引き出すかっていうところになってくるんで、まあ、Lボックス君をちゃんとあそこまで持って帰ったという、はい、Lボックスも普通の人が出会ってれば多分写真撮って終わりだと思うんですよね。あかもね。だからそこをこういかにこういいようにするのかとか、やっぱ自分次第じゃないですか。でそこのこう努力ですね。そこだけはちゃんと考えながらやってますね。うん、いや、うん、まあだから覚醒し始めてしまったんだね、ついにね。まあでもそういった桑田さんもね、だいぶ覚醒しますよね、僕と出会ってからのこの YouTube を見る限りは、はい、しっかり分析してますから。はい、今日もあの1時間40分動画出させていただきましたね。え？桑田さんのチャンネル？強い。マジ？はい。林七重ドラゴンです。へ、はい、でもこれね、桑田さんがいないところでね、ヒカル君が言ってたんですけど、はい、最近桑田さんもオーラ出てきたな。桑田さんはでも正直、はい、僕が関わった史上一番僕の感覚をマスターしてます、はいはい、うん、当たり前だよ、あ住んでるから、うん、一緒に住んでるから。でもそれはできるかできないかって本当にいっぱいいるんで、あなかなかできないと思うんですけど、正直本当に桑田さんそれできちゃってるんで、まあ、嬉しいわ、感覚が似てるっていうのもあるんですけど、うん、はい、すごいですね。
いや、まあ、何よりね、あのお互い喉枯らしてまで頑張れるタイプなんで。この夏はひどかったな、しかしな、体調不良が。ほんとね。まあ、崩したんですね。でもまあ、今はね、だいぶ戻ったんで。うん、まあまあ、なんとか崩さずに行きたいですけどね。ね。まあ、仕事入れすぎずに行きたいですね。ああ、まあね、はい。それ大事だよね。予定びっちり詰まってるんで。うん。まあ、あの、お互い、あの、ちょっとあの、一緒に住み始めた時はですね、若干一緒にあの、二人で飲んだりとかで、なんかお酒も飲んだりとかして、大声も張り上げてるとかしてね、やっちゃったんですよ、これ、喉。最初？そう、もう確実です。でもやっぱ適当に、こう、遊ばないと、面白いトークができないですね。まあね。そうだよね。これ俺と前津さんの共通認識なんですけど、うん、俺って遊んでる時、セックスしまくってる時が一番数字伸びるし、調子いいんですよ。これマジでこれガチなんですよ。うん、なるほどね。これなんでか分かんないけど、うん、本能が呼び覚まされるのが気がする。要は、何も遊ばない時って、本能的に弱ってるというか、仕事ばっかりやろうと思ってる時って逆にうまくいかないんですよ。あー、うん。結局。遊びまくってるからなんか発想が湧いてくるのもあるのかもね。それあるかも。ちゃんと、うん、まあ、それなりに遊んでる方が俺伸びます。本当に。マジで数字が全然違いますね。まあ本当まだ何回やったかわかんねえな。まあ本当難しすぎたな。ここ最近むずいのばっかりじゃない？まだ。うん、確かに難しい。でもただやっぱ遊びでもあれめっちゃ頭使いじゃん。でなんかトークしなきゃいけないしさ。うん、ある種なんかこう脳トレとかみたいにはなってそうだよね。まあ一緒にいるとあと普通になんか会話で。なんか喋ってる内容がこれしましょうあれしましょうみたいな話でなんか降ってきましたみたいな、ヒカルの壁相手にはなってる気がするけどね。待て待て壁打ち相手はどうなんですか、その一緒に住んでみて感じるもあるんですか。いや、毎日勉強させていただいてますよ。どうですか。はい、まあ感じるものっていうか、まあそのすごいオンとオフのまあ、ヒカルくんの部分で言うと、オフなんだけど、めちゃくちゃなんかギュインってなる時もあれば、まあ、オンなんだけど、まあ、今はいいや、みたいな部分もあれば、なんかその、スイッチが多分どっかにあって、で、それの基準、消すか、つけるかのスイッチを、なんか、入れ時がね、めちゃくちゃあるんだよね、なんか、タイミングが。それがね、最近分かってきたのと、あとなんだろうな、まあ、めちゃめちゃいい刺激で言ったら、朝のルーティンとかはやっぱ崩さないよね、基本。まあね、あんまりなんか特殊な動きしないかも、うん、思ったよりちゃんとこれしてこれしてみたいな、で夜とかもこれしてこれしてみたいな、そうですね、ね、同じような生活してます大体ね、うん、正直そう馬刺しばっかり最近やばいですよね、うん、馬刺し1ヶ月いくら使った、言ってごらん、リアルに日本中使ってますよ、バカだよ馬刺しだぞウーバーの馬刺しに1ヶ月で3、40万使ってるから、最近の時ブームしてるんですよ、うん、なぜか ブームね、はい、ブーム、これだからあのピカルの馬刺し出した方がいいもん、うん、こんなに好きだと思わなかった。まあでもあの1回ハマったらあとずっと好きみたいなのあるよね。ああ、まあそうですね、うん、俺そういうタイプなんでね、そういうタイプだから、なんかそのこれが好きってなったら、まあそのものを使い続けるとか、うん、なんかそうですね、面倒くさいんですよね、なんか一個一個選ぶの、はい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 、選択する回数を減らしてます。ああ、意図的にやっぱ脳を使うのことが多いからでしょ、それは。そう、プライベートでは選ばないです。ジョブズ的な考えだ、脳のリソースを分ける、それは多いかもしれないですね。うん、昔に比べたらさ、俺髪型の話で言ったらさ、はい、結構変わってきてる髪型、うん、髪型、髪型は変わってると思うんだよね。いつの話ですか。いや、もう1年前とか2年前の動画最近も出てくるからさ、俺髪型が変わってるけど、なんかまあ、もう、まあ、なんていうんですかね、垢抜けて言ってるんですよ。だから変わってない、うん、見えると思うんですよね。あー、実際。なるほどね。うん、それ何、2、3年前の自分見て思うの。思います。まあ変わってますよ、全然。まあね、金かかってるからね。いろいろやってますからね、俺。いろいろやってるし、これからも多分やっていくんで。そう。美容にね、はい、かける力がすごいんですよ。まあ、結局仕事なんです、それが。まあね。美容のことやるやらないの差がでかすぎるんですよ。うん、で5年10年後にやってなかった後悔しますから、うんうんうん、だからやります、まあ、5年10年後に楽しくいるためのまあなんか種まきじゃないけど、うん、やっぱこう圧倒的にいるためにやってますね。圧倒的だね。あのなんかやっぱこう結局光で居続けようと思ったら圧倒的じゃないとダメなんですよね。まあ、YouTube って世界においては圧倒的な存在、うん、まあ、こいつが出れば数字が取れるとか、うん、物が売れるとかっていう、うん、そういうブランドなんですよ、うん、はい、だからそれを崩さないためには、うん、いろんなことをやるしかないって感じです。
素晴らしいね。まあだからもう今のさ時点でさかなりもう圧倒的なのにさらに圧倒的になりたいわけでしょ。まあ維持したいっていうのもありますし、まだ上があるんで、はいはいはい、まだ自分の伸びしろがあるって分かってるんで、うん、だからそれをまあ真面目にやろうかなっていう感じですね。というわけで先発ですね。先発なんていうのこれ、何時代なんていうのこれ、シャンプーでしょ。シャンプーね。いやーやったよ、ヒリヒリした。あ、そうなの、これブリーチか。スプレーがなかったんで、あーちょっとね、頭皮保護スプレーが置いてないタイプの、ね、そこが使っちゃったね。はい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 。これなんで こんな色してるの。え、どういうこと、ブリーチってこういう色してるの。ちょっと青っぽいじゃん。青っぽいですね、うん、が多いですね。あ、そうなんだ、うん、へえ。でも染まってるよ、ちゃんと。うん、根元までがっつり染まってますよ、うん、黒ですからね。さすがです。笠木さんはもうヒカルくんのヘアメイクとか髪切ってからどんぐらいなんですか。もうどんぐらいですか。4年、あ、3年か4年くらいですか。4年、まあでもなんかその会社に入って、はいはい、まあ、4年近く経つんで、はい、その前も多分 1,2 年あるんで、まあ、5年ぐらい経ってからです。実際4年前と比べて会社の状況ってどうなんですか。僕はもうあんま分かんないんですよ、変わってないんですよ。ああ、もう4年前はもうマジがむちゃらでしたね、うん、もう本当に余裕なし。へえ。まあしかもこう基本僕とヒカル君と前さんで4年前はもうずっと3人で、うん、確かに毎日ずっとやってたんですよ。今はなんかすごいこう余裕持ってやってる感がめちゃくちゃあります。本当に労働環境が良くありました。うん、かなりシプラスの、うん、でも4年後は多分もっと一段とよくやばいっすよね。4年前から今の感じマジ考えられない。へえー、だって本当僕が入りたてのその3年コロナの成り立てだったんですよ確か。うん、だからロケとかも行けないから、はいはい、毎日明日は何撮ろう今日は何撮ろうで、その時毎日投稿してたんで、うん、毎日3時とかまでこういろいろ考えてやったりとかしました。夜中2時3時とかまで。うわ、じゃあコロナの時期超大変だね。超大変。だって店もやってないしね。店もやってない。外も出れない。うん、なんならあの時って家外出しちゃダメだから、はいはい、コラボとかもできない。確かにね。超大変。そう考えるとコロナってユーチューバーにとっても大打撃だったんだね。まあでもね、他の企業とかに比べ、それこそ桑田さんとかに比べたら、うん、全然まだいい方です。ホストどうやってたの。いやさ、まああの、あんまり。こんなこと言いたくないけど、はい、開けてたんで、僕たちは開き直ってたタイプなんで、だからその、まあどっちかというとあの、東日本大震災の教訓があって、なんか自粛してもどうせ自粛しなくなるじゃんっていう、ね、そう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 。どう考えても多分あの、コロナが収束するっていう未来ないから、やった方が良くないみたいな。で、僕らあの、家賃30万しか出ないんですよ。補助で。死ぬんすよ。家賃200万以上するんで。なるほどね。うん、あの時ってやってもダメだし、やらなくてもダメだし。あ、そう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 。でもこう世の中って従業員の人の方が多いじゃないですか。うん。だから休めよってなるけど。そう。経営者はたまったもんじゃない。たまったもんじゃない。本当にそう。桑田の、うん。ポストのやつって、まあ、過去一調子いいんすか。あ、過去一調子いいっす。すごいな。はい。すごいじゃん。え、だから、ヒカル君も今、めちゃめちゃ波来てるって言ってたけど、僕もやっぱ来てますよ。それは。だから本当、前もなんかで言ったかもしれないけど、なんか出会うべくして、タイミングで出会ったなっていうか。確かにね。多分去年出会っても多分僕はあんまりヒカル君にね、そんな貢献できなかったと思う。なるほど。去年前に出会ったとしても。完璧だったんですよ。完璧ですね。ヒカル君も今ほど桑田さんにこう興味持たなかった可能性もあるんですよね、去年だったらまだ。ああ、ビジネスとかでね。うん、うん。俺グループやってましたからね。うん。ああ、ネグステね。感じがあるかもしれない。確かに。だからすごいタイミングってあるなってやっぱり思ったかも。まあね、お互いのこう調子がいい時にずっと来たんですよね、うん、あ、でも本当にそうだと思う。今じゃなかったら多分どっちにしても何にもならなかったみたいな、うん、素通りお互いしてたかなみたいな、ね、ああホストの桑田さんねみたいなね。あ、そう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 、この間戦ってましたねぐらいの、うんうん、確かにあの時桑田さんいたもんな。そう、格段に僕のねトークスキルが上がったんですよ。数ヶ月数年で、うん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 、これが結構ね如実に現れてたの。はい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 、かなりのこうなんかこう大幅パワーアップなんで、それでよかったっすね。なんかでもやっぱりさ、結局この YouTube 界の何かしらのニュースが起きたらさ、そのニュースの本人がさ、ヒカル君とこ来たりするわけじゃん今。いいっすよね、そうなんですよ ね、はい、あれもすごいよね、まあ、天柱も剣もそうだしさ、はい、もうラッキーっすよね、まあ、それこそ花束の時の奥野さんなんかめちゃくちゃ良かったじゃん。確かに、うん、本当にいろんなことがありましたね。うん、
それ前からっすもんね、うん、だってガーシーさんしかり、ね、そうそう、そういうのめっちゃ引くんですよね本当に。立ち位置的にさ、だからそのちょっと厄介そうな人、普通の YouTuber じゃ、はい、あの対応できない人をさちゃんと対応するじゃん。あ、まあそりゃそうですね。うん、それすごいよね。僕は NG があんまないんで、だからまあなんとかこうプラスに変えれるんじゃないかっていうのが、はい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 、いや本当にすごいわ。だってあんだけ問題になってた田口くんを自分の関連企業に出るのやばいでしょあの時。やばいね、田口くんはやばい。あのだから田口くんを迎えに行く時、はいはい、生活用のとか、はい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 、山口のね、はい、入江さんと最後こうまあ、確保できてますって話しましたもんね、うん、確かにちょっとねこう迷ってたんですよ。ああそうなんだ。その現場まで光くんが行くかどうかっていう、ああどっちに転ぶか分かんないからね、テレビに映っちゃうから、はいはいはい、はい、ちょっと大丈夫なんかってなってて、あ結構ギリまで、でも最終的にやっぱ光くんが判断したもんね。なるほどな、はい、人が選ばない方を選ぼう。ああでもそれあるな、光それあるんだよな、あれがだからね、まあすごいバズになりましたよね。そのおかげでブロッコリー入れましたからね、めちゃくちゃ。ああそうなんだ。あそうです、ブロッコリーね大きく貢献しましたね。あ田口くんブロッコリー関係あんの？ブロッコリーの方に働いてますよ。あそういうことなの。もう多分半年1年ぐらい経つじゃないですか。そうなんだ。めちゃくちゃ活躍してますよ、真面目に働いてるんです。まあでもそのことごとくそういうチャンスを、まあ、ピンチをある種チャンスに変えたっていうのがよかったし、まあ、特に宮迫さんとかも本当に。ああそうだね、あそこも本当にね世間の風当たりが強かったですから、あの当時。あー牛宮城、牛宮でも 前から、うん、あれから反射から、ね、はい、で YouTuber になるっていうところから、はい、あれはもうやしですごかったですね、あの当時の嫌われ方エグかったですね本当に。確かにやばかったですよ本当に、バッシング。確かにね、むずいさ、だって芸人さんを再生させるって、うん、わけが違うじゃないですか。そうだね、自分より格上の人間を確かにね、こう扱うって、うん、ちょっと初めてやったね。うん、あれは大変でしたね。いやよくやったね本当に。まあね、まあ、まあ、楽しかったですよね。まあその時々ドキドキはありましたけど、ハラハラとか、はい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 、まあ、その辺が運良かったですね。そういうのがまあ転がってきてそれをものにできたっていう、全部それが積み重なってこう今がある。まあ令和のトラもものに来たんで。確かにね、あそこで再生数がこけてたら全然また違った未来だったと思うんですよ。あそこでちゃんとやっぱ結果出したんで。確かにね、600万再生、600万再生もすごいんだけどさ、常時100万以上の動画出すってめちゃくちゃやばいと思うんだけど、まあ大変ですよね今ね。いないでしょそんな人、10人いるかいないかですよね多分 YouTube チャンネル的に。そうだよね、はい、トップオブザトップなんだよなやっぱり。やっぱでもクラスターもそこに食い込んでくるわけでしょ、そのうち行けますかちょっとチキってるけど確かにアベレージ30万とアベレージ100万は全然違うよね。もうね3倍の差じゃないですね正直、うん、確かにね、うん、そうなんだよ、3倍どころの差じゃないですねこれも、うん、正直もっと大変だと思います。そう、まあそもそもアベレージ5000ぐらいだからね俺、もともと5000だろうね多分。じゃあ今すごいことになった、ね、今1時間で5000いきますもんね。はい、いやだからすごい嬉しいですよ。だって別のことやってるみたいになりますよね。いやそうなの、なんか完全にやりがいを、うん、動画になっちゃってるもん、なんか大半が1日の。でもまあ大事ですよね、こう小松さんが広告堂として人気になっていくと他のやってるビジネス全部がプラスになりますから。まあそうだね、結局そこなんですよね。そう、いやまあそういうことは、林さんはフランチャイズを応援してるけど俺は加盟するんだよね。あ、チャイザーの方なんですね。そう、あ G か、 G 側の方なの。これなんでかっていうと、あの俺はやっぱマネジメントとかの方が得意だから。なるほど、商品開発力はそんなにないから、なんか広げる方が得意みたいな。確かに人との関わり方がうまいですよね。そうなんです、でもだから表の人なんですよね。うん、コミュ力高いですね。そうなんです、だからまあ店舗ビジネスとかは得意なんですよね。ネクステ解散して、うん、成功者版のネクステが完成しようとしてるってコメントありましたよ林さんと俺と、はい、おもろすぎでしょそれ、まあ、結成とかはしないですけど、はいはい、こうそういう空気、まあ、相性としてはね、まあね、俺の周りに成功者が集まってきてどんどんでかいものが生まれるっていう。確かにね、はい、だってそれぞれが、まあ、言ってワンピースの船長なわけじゃないですか、うん、船長だけ集めて大船団、うん、ルフィも
やるじゃないですか、大戦艦作ってるじゃないですか、高水さん。オールスターみたいなことあるの、はい、あれを実現していけたらすごいですよね。もうめちゃくちゃでかいことになりますよ。まあ、しかもやっぱ仕事がまあなんかそのみんなやってることだしね、あこうやってうまくいくんだみたいな勉強にもなるもんね。じゃあそうなんですね。さあというわけでこれもう髪はまだ来てないの、こっからね。オッケー、いくみー。さあというわけで、ピカル君がようやく先発が終わりまして、な違うの、なんだこれ、シャンプー昭和出た。おお、満足のようですね。もっと黒かったらちょっとね。はい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 。よくないんですよ。なるほどね。めんどくさいからやってますよ。こっからはカットですね。わかりました。気持ちいい。中に傷んでるとこ全部いっちゃうの気持ちいいですよ。ああ、なるほどね。確かに確かに。すごいね、この髪型ね。すごいっすよ。すごいよね。これね、本当に。結構むずいんですよ、例えば美容室って両方ボリューム同じにする、大体、はい、そうするとこれこうなる。あーなるほどね。だからこっちとこっちボリュームを変えてるんで、はい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 、量とか、え、あ見栄えが違うんだ、う黒と黄色仕上がった時にボコってます。なるほど、これ結構ねむずいです、マジで。すごっ。え、どうやってこれは調整してるんですか。でも なんかこのなんとなくこっちはこんぐらいだから毎回、あ今回はちょっと取りすぎたからちょっとこうなってるんだ、僕の中で微妙に結構変えてます。へぇ、何も言ってないですけど、特殊調理食材もう本当にそう、むずいんだね、確かに金髪の時とさ、なんか黒髪の時とさ、やっぱ自分の髪型がなんかデザインもちょっとなんかしづらかったり しにくかったりあるもんね。なんか傷んでる方がしやすくいい時もあれば、あと同じ長さに切ってもこっちの方が長くなっちゃうから。ああそうなんだ。だからこっちの方がちょっと短く切る。へぇとかやってます。カリスマ維持費は1億かかるな。いやマジで結構大変。なんかの動画で言ってたけど、お金も時間もかかりますね。まあね、でもやっぱ YouTuber でも未だにヘアメイクやってるのは僕ぐらいなんで。あ、そうなの。それぐらい珍しいことだと思いますよ。専属のヘアメイクなんてそもそも聞いたことないでしょ、 YouTube において。ああ、できることあります。そのイベントあればまあ同じ人ばっかり頼むとかあるじゃないですか。はい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 。雇ってるパターンはあんまなくないですか。確かにね、外注かもね。レペゼンの外注だったかな。いや、もういないっすよ、多分くっついてる。あ、要は、カットするときだけ同じとか、まあ、イベントの時はって言いましたけど、僕はもう常時なんで、常にレアですよね。いやだな、佐々木さんはだからそのプラスでさ、だからさ、なんていうの、運転手プラス、なんかこう、編集できるみたいな感じじゃん。まあそうっすね。もう髪も切れるし、なんかヘアメもできるし、はい、プラス仕事も一緒にできるしみたいな。まあそうっすね、結構スーパーマンでね。お得って感じ。ね。確かにね。確かに一石三鳥四鳥ぐらいですね。普通はだからイクミみたいに運転手しかできないとか。ちょ、大丈夫ですよ。じゃあ普通はそうなんですよ。うん。1個しかできないからね。特に単細胞生物なんで。単細胞大丈夫お前。これだから本当にあの運転のことと女のことしか考えてないんお前大丈夫運転のこと、まあまあまあ、そうですね、まあ。お前、日本から帰ってきて、速攻返すって言ってたのか。いやいや。おい本当に。とんでもねえ野郎だよ。いや、空気車中、たまりにたまって行っちゃいましたよ。なんで言うんですか、すぐ。僕だって隠したいことあるんです。やかましいよ。じゃあ言うなよ。いやいや、こうやって、いやちょっとやっぱり桑田社長にはちょっと共有一応共有しとこうかなみたいな。この後どうなるかわからんし。おーおーおー、まあやっぱこう健全な25歳みたいな感じ。まあ確かにね、25歳で言ったらそうだよね。ちょっとね、落ち着き場所がわかんないんですよ。何歳になったらこう落ち着くのかなって。一生イケイケなって激やからな。俺も別に落ち着いたかって言われたら、まあ、昔よりは落ち着いただけで、その世間の感覚で言全然落ち着いてないでしょ。いや、落ち着いてないでしょ。それ僕も分かります。全くね。だからまあね、つかないですよ。そうね、まあ、そもそもなんか性格とかその習慣とかもあるしね。プライベートは楽しく、まあ、仕事も楽しくっていう、ずっと楽しいのがいいですね。うん、確かにね、それをやっぱ遮る人はちょっとノーセンキューで。そうですね。うん、もう選挙でしょ、こっちも。願い下げよ。だんだん整ってきてるしな。だんだんに切ってくるんだね。そうそうそう。
深井くんってここちょっと絶壁なんで、ここにね、ポコンっていう、こう作ってるんです。あー、段をね。へぇ、こっちの方がこう、賢い人みたいなんで、おぉ、なるほどね。も俺も絶壁なんだよ。日本人は大体絶壁なんで、こういうの作った方がいい。昔なんかあれでしょ、そのなんか枕硬かったからじゃない。いや、もう元々の骨格ですけどね、生まれつきだと。そういうのなんだ。全然気づかなかった。そう、だから結構後ろのここを重く残したりして。へぇ、何もかもがなんか専属だな。こんだけ飼育尽くしてくれてるといいよ。楽よ。楽っすね。注文しなくていいじゃん、まず。あ、まあそうっすね。注文とかない。注文だるいよね、美容室って。どうしたいとかなくないですか。うん、うん、明確にこの髪型したいとかあるんですけど、ね、もう俺もそのツートンやってる以上そんな髪型いじれないんですよ。まあね、そもそもが確かに、はい、もうセンターでしか無理だもんね。基本的にはセンターが一番合うんですよ。ああ。最も分かりやすいんですよ。確かに。真っ二つってこと。はい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 。おー、いい、いい、いい。仕事してるでしょ。いやー、すごいね。笹毛さん。すごいわ。ちゃんとしてる。格闘技だけじゃなかった。それぞれの持ち回りがちゃんとあっていいよね。シュプラスもそうだけど。まあ、入江さんとの関係もそうだけど。ヒカル君が役割を決めてるの？それともなんかみんなで決めてるの？いや、なんか勝手にまあそうなっていってるって感じですよ。決めてるとかないですよ。おー。まあ、それぞれ やれること、はいはいはい、無理なくやれることを割り切ってそうなってるって感じです。ああ、なるほどね。イグミはまだちょっとドライバーしかできないってことで。まあいいでしょうね。こいつはもう大丈夫。いや、言うな。まあ、何かできたとしても何もできないで表向きいた方がいい。都合がいいですね。ああ、イグミはね、正直多分鼻につくでしょ、うん、こいつ。まあ、鼻につくし、やっぱたまにやらかすよね。それがまあ可愛くもありみたいな。やらかす保証のまま生まれてきてる。生まれてんだよね。なんかこう、恨み引いちゃうと思うんですね。わかるわかる。本人はその時、喜ばせようとしてんだけど、恨めるんだよね。ちゃんとね。そういう人いますよね。いるいる。毎回恨んでちゃうんだ。うん。何も言えないですね。承知。まあでもね、旗から見たらシンデレラストーリーだからね、イクミンだって。1年まだいないですからね、イクミン。うん、はい、ごついで、すごいよ。それで言ったら、シプラスって結構みんなそうなんです。だってロケマさんももともとヒカルくんのリスナーファンですから、ね。ああ、そうなんだ。そうっすよ。へえ。で、名人もだってヒカルくんのこと全然知らないで、はいはい、友達の後輩みたいな感じですよ。で、りなちゃんも俺の元ファンからですからね。あ、そうなの。元をたどれば。阿久津さん。阿久津さんは、本当にあの、昔からです。はい。代々伝える。代々伝える。近所のおばちゃんなんです。阿久津さん、癒しなんだよな、毎回。まあ、人との出会いは、求めて出会ったものは一つもないんですよ、実は。へぇ、ほとんどが偶然に近いですね。へぇ、実は。で、求人とか募集したことないんで。うん。あ、そうなの。そうですよ。本当に必要な時に増えていくんですよ。すごいね、それ。はい。それであげてたら、必要な時に水分補給してくれてっていう感じです。給水所勝手に自動設置されるんですよ、僕の給水。え、誰かが思いついて、あの人を一緒にやりませんとか発案してくれるわけじゃなく、入江さんと。ああ、いや、結構、そのパターン珍しいですね。なんか、もう一度自然に出会うパターンもほとんどですね。へえ。え、じゃあ、笹毛さんとかどうやって誘われたの？誘うのたまたま僕が音楽活動してる時のヘアメイクで来たのがきっかけです、最初に。そうっす。それでベルギーに一緒に行くってなったんですよ。ほう。で、結構軽だね。いや、その撮影で、はいはいはい、で、なんか長期的に部屋見してほしいってので、うんうん、来てもらったのがきっかけで、そっからっす。じゃあこれからもずっとやってくださいみたいな、はい、へえ、すごっ。だからその狙ってなくてそういうふうになってる部分はぶっちゃけ強いと思って。確かにロケマサ君、え、なんだっけ、ゲームだっけ。ゲーム、そうですね。元ファンで、スカイプで一緒にゲームやってて、うん、うんうんうん、まあ、そっからですね。すごいな。イクミンに関しては、うん、下克上を聞くから、あれね、あれは別に、うん、人を募集しようと思ってやったわけじゃないんで、うんうん、え、あのバトルミリオネアの時はまだ働いてなかったでしょ。はい、はい、そうだよね、まだ。そうですよ。で、僕佐々木さんにボコボコにやられて。いや、でもあれは本当に正直、その僕もやっぱ自信あったんですよ。本当に勝てるかもしれないっていう野望を抱いて、でかつプラスアルファ、やっぱ佐々木さんって戦ってくれると
やっぱこう注目してもらえるなって思ったんですよ、まあ、あのメンバーの中で一番やっぱりこうなんだろうな、自分のもう目標というか人生変えたいっていう、なんだろう、その道筋を立てられるかもしれないって思ったのが、やっぱそのシュプラスのメンバーと関わることができるその舞台っていうのがあったんで、僕は佐々木さんに猛プッシュしたっていうのはあります。でその後なんで付き人になったの？ミッキーで辞めるみたいな人に人が足りないやつだったの。そもそもなんかこう運転手をこうメンバーで交代したんですけど、うん、効率悪いなっちゃったんですよ。運転手専属でいた方がどこまで効率いいとか、撮影とかね、同行できなかったりするからね。その時に誰かしようかってなった時に、まあいつでいいんじゃないっていうので、切り離れなかったのがいつになったって。はあ、よかったね。でその時に電話して2つ返事で、こいつはこう名古屋から上京してくるって言ったんですよ。おお、それで俺はこいついけたと思って、その次の日から翌日ぐらいあったんです、もう、うん、もうここで、うん、でそこで話して覚悟があるなと思ったんで、こいつで行こうと思って。へえ、そこですぐに来なかったら多分行くみたいな別の人間になりましたね。ああ、なるほどね。正直やっぱその動き悪いやつって確かに選択判断でいいね。人生がもう変わろうとしてる瞬間に、いや明日仕事なんですよって言われても、うん、ふざけんなくなるやつ。確かにこんなチャンスは待ってくれないからね。そうじゃないからです、うん、そのぐらいの気持ちだっていらんなったって思う。いやそれはそう。いやでも本当に僕も思い返せば多分2年前ぐらいなんですけど、うん、僕1回実は社長に DM してるんですよ。昔2年前ぐらいに、あのそのシュプラスの求人を調べた時にやっぱ出てないじゃないですか。ないの調べてない。もちろん調べてますよ。それもうそれでシュプラスで調べたんだ。あ、そうです、シュプラスで求人調べて、まあ、出てこないじゃないですか、もちろん。で僕どうしてもなんか自分をちょっと見てもらいたいっていう意欲がめっちゃ強かったんですよ。で、もう僕は社長にそこで長文の DM を送りました。もう今多分もう前のアカウントなんで残ってないんですけど、もうお願いしますから、1ヶ月、あの、僕でを使って企画をしてくださいと。で、そこの1ヶ月で僕がまあ才能を見出せなかったら、もうもちろん僕は使ってもらわなくても当たり前なんですけど、もし1ヶ月間まあ僕は企画していろいろやって才能があったら雇ってくださいと DM を実はしてたんですよ。まあまあもちろんそのもう見てもらえてないとは思ってはいるんですけど、だそれもだからちょっとなんか運命なのかなみたいな。僕はちょっとこう入りたいって気持ちがその時あって送ってたんですよ、実は。記録ついたの？いや、ツイッターってあれ既読ってわかんないですよね、多分。見てないと思う。あ、なるほどね。まあ、でも数、相当そうだもんね。こんなところで働きやってる人は本当にたくさんいます。確かにね。まあでも、なかなかね、競争力激しい。そりゃそうだよね。基本的に僕、人いらないんで。ああ。もう別に求めてないんで、もう社員じゃなくてもいいんですよ、別に。なるほどね。はい、外注とかいいじゃないですか。確かに確かに。社員でやる必要がないんですよ。まあね、社員って増やさないに越したことないんで。まあそれはそう、固定費増えるし、はい、まあ、人間関係もしなんかそれでねあったらちょっと嫌なことが起きちゃうしね。増やすメリットがあんまりない。俺のところに DM よくね、いくみはすぐ裏切るよって来てるよ。いや僕あの別に裏切ってはなくないですか。そう、確かにちょっとまあ炎上しちゃってその迷惑をかけてしまったりは。そうだね、ハートって送って。いや確かに炎上なら信用されきってないっていうところありますね。ファンにね。まあでもまあそれはまあおいおいなんじゃないですか。まあね。まあ、5年とか経ったら、うん、もうさすがに認められてると思いますよ。確かに。2年、3年とか経ったら。まあまだ1年経ってないんだもんね。やっぱりまず嫉妬もあると思いますよ。ああ、それはあるね。いや、だから渡したらもっと頑張れるのにっていう嫉妬で、それでみんな最後見て、いやいや、これやったらもっと渡したら頑張れ、俺の方が頑張れないっていうので叩かれてるっていう面はあると思う。それあるな。それぐらい、だから、その、座りたい、一緒に座ってるんですよ。そうね。っていうところだと思いますけど。うん、本当だよ。だから僕は本当に確かにその炎上とかももちろんこれから気をつけますけど、まあ、やっぱ裏切るっていうのはもう絶対しないですよ、本当に。あのお家ってだってもう金目のものなんていくらでもあるわけですよ。だから別にそんなん誰か来たら、だから僕は逆に怖いんですよ、その誰かがもし来て。分かる。そう、それぐらい俺も分かる。本当に、え、だってそれだってそんなバカいます。例えばそのお金を、もうだってそんな10万とか100万なんてもういくらでもあるわけです。確かに。そんなんをこう別に盗むなんて、だって社長なんか気づかないですよ、そんなんやったとしても。だけど別にそんなんやろうとなんて思わないですから、普通に考えて。いや、そうなんですよ。それってやっぱ大人やって気づくわ。子供の頃はなんか簡単にできた悪さも大人になると、それで失うものの方がでかいからね。いや、そうなんですよ。うん、
なんか得る、そう、たかがたか何百万とかのより、なんか失うものの価値の方が高くなってくるからね。あれだってもなんか失ってるじゃないですか。そうね。それがもし、確かに、まあ、自尊心であり、確かにね。まあでも信用問題ですから、やっぱ俺はモットーとして相手を信用するから相手も俺を信用するし裏切れないと思ってるんですよ。俺が中途半端にイケメンに会社のクレジットカードを渡さなかったりとか、完全信頼じゃなかった場合ね。だから金庫の鍵とかどうとかあるじゃないですか、はい、完全信頼じゃなくて基本そうじゃないですか、うん、普通の会社の人ってそうすると思うんですよ、うん、だって危ないじゃないですか、うん、まあそもそも家に住まさないと思うんですよ、うん、そうかも。で俺はお前のこと信用してるぞっていう、うん、分かりやすい、一番分かりやすい行動だと思うんですよ。そうだね、うん、だから結局出てるのも俺のことを信用してるし、裏切らないでこうなると思うんですよ、はい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 、それって大事だと思うんですよ、俺は。確かにね、心を開いてるか開いてないか、俺が心を開かなかった、うん、イクミンもこう疑心暗鬼とかなるじゃないですか、うん、本当に俺が必要されてるのかとかなるじゃないですか、はいはいはい、そうならないのはやっぱそういう側面があるからだと思うんですよね、うん、それは結構社員全員それなんで、うん、そこに対して別にマイスタンだからとかじゃないんですよ、全員マイスタンと同じレベルで信用してるんで、うん、はいはいはい、チーム全員だから、そこが良さかもしれない、普通じゃないとこかもしれない、あ普通多分ありえないですよ、そんな場所見たことないんで、うん、ないですね、うん、まあだから知り合ってイクミンぐらいの年月ではさすがにそこまでしないかもな、俺もですよね、うん、だってもイクミンと出会って5日ぐらいじゃない、そのレベルでこの家住んだかな、そうですね、もうある種ぶっ飛んでますよね、多分俺自身も、うん、いやそうね、でもリナちゃんとかに今日俺お小遣いで5万ぐらいあげましたけど、うん、なんか必要だと、いや、なんか冷静になんかこうよく頑張ってんなと思って、とりあえず上げとこうと思って、なんか分かんないです、上げましたね、急なボーナスいや、もうこすかりというと、なんかこうそういう部分も大事なんだろうなっていう、やっぱその、リナちゃん一人だけなんで、女の子で、ああね、俺らは男で飯行ったりとか、はいはいはい、こうちょっと楽しい部分はいっぱいあるじゃないですか、あ美味しい思いできたりとかあるじゃないですか、はいはいはい、思って出てる分で、なるほど、でもまあそうでない部分でいるんで、うん、俺はよく徐々に行ったりとかしますけど、はいはいはい、レアちゃんも一緒に行くことって珍しいんで、まあ、全部じゃないですよね、なるほどね、いつもありがたいなと思って、おお、ふとした感謝が芽生えてきたのね、はい、給料の給料5万減らしておこうと思って、まあ振らないで、まあまあまあそうですね、確かに、まあすごいところで仲いいよね、リナちゃんとね、あめちゃくちゃ仲はいいですね、まあその年も近いっていうのもありますし、あそうですね、イクミンがいることでリナちゃん自体の干渉じゃなくてとかとか、ああ確かに、こうある種こう誰でも馬鹿にできるそういう良さ、そういう良さ、イクミンのおかげでなんかちょっと私まだいけるみたいな、イクミンって誰でもが強く当たれるある種、まあ、視聴者もそうなんですけど、確かにそういう存在なんです、いる組織に一人いるよ、なんかこう、うん、働いてる人間からするとイクミンがいる大きさはめちゃくちゃでかい、意外とね、例えばできすぎる人って、まあいろいろ便利なんですけど、こうそればっかりでも行き詰まるじゃないですか、行き詰まるね、正直効率ばっかり呼び入れるばっかり集まったら、ちょっとだから、なんかパッと見出来上がりそうで、なんか、やっぱいると、確かに、まあ、いいっすよね、あとね、イクミンが一番もの知ってる気がする、なんかそう、なんか聞いたら、イクミン結構答えてくれる、まあ確かに、広く浅くみたいなやってきたところはありますね、だからまあ、リナちゃんのが楽しく仕事できるのに今貢献してると思うんで、うん、確かに、そういうのもまあ、でかいっすね、でかい、やっぱりリナちゃんに辞められると、正直、きついんで、あーね、大学使ってんだ。大学院で。探しても見つかんないと思うんですよ、はい。なかなか来ないの。いやですね、本当それで言うと僕もそのやっぱ助かってます。やっぱその話とかもやっぱこう、まあ先輩ではありますけど、その会社的にはただこう目線がこう合うというか、やっぱ年齢も近いし、まあちょっと例えばプライベートの悩みとかも、やっぱその僕も聞いたりするんですよ。はいはいはい。そうだし、やっぱもう遊んだりもするんで。そう、 だからまあそういうところでいくとやっぱお互いがこうちょっと持たれて、そうですね、そうですね、それはあります、本当に確かにな、なんかその場にするな、イクミンの時なんか、まあ呼び場所とか名人はまあ元から仲がいいんじゃないですか、だから社内環境はかなりいいんじゃないですか、バランスよく誰かが誰かにちゃんと話せる環境があるんで、ね、でまあ佐々木さんと前田も同いですので、だからまあまあまあいい感じな気がしますけど、確かにおそらくです、知らないでしょ、前さんのあの愚痴モードに入った時に知りてないよ、前一応知りたい、前知りたいでしょ、前S の愚痴聞きたい、前S の雷モード入った時に入って
すごいからね。中井さんがそれを俺には絶対見せないんだ。見せると、自分より大きな雷撃たれる。おもろすぎます。それだけは避けてるって感じ、中井さんも。さすがに。いや、いい兄だな、本当に。面白いわ。自分より大きな雷。まあでも、まあ、なんだかんだ俺が頑張ってるっていうのは分かってるから。まあね。それはあると思うんですよ。前さんも崩れてると思うんですよ。俺がどれだけこうかけてるかっていうのは。はいはいはい。多分前さん家族いるんで。まあね。はい。それをまあ、休みとかも、まあ、ほとんど2人もいるんで。だからなんかこう、まあ、俺はあんま休まないんで。はいはいはい。ゼロじゃないけど。うん。だから、まあ、そういうのもあるんじゃないですか。そうだね。バランスがいいんだな、会社の。いやまあ、そうですね。なんか本当、家族というか、友達というか。みたいな感じに近いと思うね。社長って感じじゃないですか。まあね、上位関係みたいなのはでも正直あんまない。あんまりね、感じないよね。だから動画の時ぐらいじゃない？なんかその指示出しぐらいじゃない？はい、いや、ほんとそうなんですよ。ね。あれって別に必要な伝達事項だから。まあ、俺は正直マジで、社長っぽい感じの態度を取らないんで、ほんとほど。まあね。いや、だから最初俺、なんかイクミンとか社長って言ってんのちょっとなんか違和感あったもんね。やっぱ、社長って呼ぶんだみたいな。でも確かにヒカルさんっていうのも違う、うん、なんか僕はそっちの方が遠く感じちゃうから嫌なんですよ。ヒカルさんの方が。ヒカルさんってめっちゃなんか会社のなんか社員としてなんかちょっと僕はいや自分では嫌だなっていう、まあね、はい、もともとそういうちゃんとお堅い企業を務めてるしね、うん、確かに社長っていうのは聞くことは出ますよね、うん、あ、まあ確かに確かに、まあ、イクミの社長の言い方もな社長コビ売るちゃんとコビ売ってるんだよな。コビ売るっていうやつやもん。リュウピーさんはホストのことですなんて呼ばれてるの、うん、まあ、オーナーで飲んでる時はリュウピーになってる。おー、でもいいですね確かに、うん、あいつらずっとバカにしてるそれが一番こう強いっすよね。リュウピーさんだってそのイクミンとはちょっとタイプ違うけど誰からもいじられやすいじゃん。下の方でも高さ結構すごいですよね。あ、そう、まあ、俺とは真逆だと思う。確かにね。だからまあ俺いじったら一人前みたいな会社だよね。なるほど。あー、いじってきたみたいな。そうそう、慣れたんだねって。慣れたんだなみたいな。まあ、こっからは一人でもいけるよみたいな。まあでも本当いじられるってでも、もう幸せですよね、役割としてはこう、まあね、はい、だってやっぱ仲良くなれるじゃないですか、いろんな人と。確かにね、それはいいですね。俺、うん、もなんか裸になんないと分かんないからさ、やっぱああ、裸の付き合いをさ、強要してんだけどね。まあでも光の家はマジで居心地いいからな。だからなんか小松さんは人間性でやっぱ人が連れてくる感じだから。僕は多分ありがたい、圧倒的な実力で人が出てくるっていうのがスタートなんで、そもそもが、そこにまあ後でね人間性が乗っかる可能性が乗っかってるか乗っかってないかみたいな、多分僕は感じなんですよ。あ、でも実力もあるけど、ただやっぱ結構そのいないけどね、光るみたいな種族が、その周りに渡してもこの17年間経営の世界に身を入れても、あなたはやっぱ唯一無二感すごい。待ってますか、ね、見たことないもん。見たことないし、逆に現れるかって言ったら現れないから、だからヒカル君を失ったらヒカル君の代わりはいないから、みんな、そりゃ困るだろうなっていう感じはするけど。そういうのを見たいですね。YouTube で見てるのは。唯一無二。唯一無二でしょ。やっぱこう、いわゆる企業の海外の外資系の大手とかで取り入れられてる会社の制度。うんうん、全部、いいとこは全部取り入れて、それの複合体の会社にしたいんですよ。なるほどね。要は週休3日制とか、あとかそんなのを全部取り入れた、こんな会社あんのっていう会社を作りたいっていうのはあります。ああ、それはなんか社長っぽいね、すごい。なんかこうちっちゃい会社だからこそできるかなと思って。ああ、なるほどね。柔軟にできるじゃないですか、まあ、売上さ上がってればよくなって。確かに、はい、売上さ上げてしまえば何かしらの事業、それができちゃうんで、この規模感でこれやって、これ全員従業員このタイプなのっていう会社が理想なんで、全員だから家をプレゼントしたりとかして、はい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 、それが最終目標ですね。はいはい、いいね。はい、そうなったら最高だなと。そう考えたら 3,4 年前から環境変わってるっていうのはいいよね。会社の環境が。まあ多分変わってますね。うん、ガラッと。
まあ、なんならなんかこの 3,4 ヶ月でも俺も変わったし、多分ヒカル君も変わってんじゃん、うん、休み出ましたね、多分みんな普通にちゃんと多分休み出てますね。はい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 、オフにしようみたいな、はい、だから全員いない時がそれぞれあるんで、うん、まあ、今日はこの人いないのかみたいな感じでやってます、僕。はい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 。でも誰かがいないから取れないっていうのはもうないんですよ。まあね、はい、だからみんな強いしね、なんとか張ってるなっていう感じで、毎歳やっても全然動画撮っちゃうんで、はいはいはい、もうそれでも慣れてきましたね。うん、あ、やっぱあいつ最初もなかったんだと思います。おお、はい、また急に兄のあんなの残ったんですよ、やっぱ俺がいやいいんだから、ね、おお、急にさっきまであれ、マエスさんは家族いるとか言ってたのに、いやいや急にマエス泣くぞ、ほんとにまた愚痴るぞ、ほんとに笹木さんが聞き役で今日とかだからマエスいなかったの。あ、そうなんだ、うん、はい、なるほどね。なしでやって撮影しました。今日も撮影1個やったの？2個やの？2個。あ、やってんな、はい、すごい、すいません、ね、ちょっとね、で、やっとこうプライベートのカットの時間だってなった時に、うん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 、いや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 、あ、経営こっちだったわ、知ってた、間違えた。これは今仕上がり入ってますね。そうですね、めちゃめちゃ綺麗にふんわりになるね。そうなんですね。すごっ。ちなみに今32じゃん、34から白髪生えます。これね、男性は34で決まってるんです。へえ、僕34になった瞬間にブワー生えてきて、やばいと思って、まあ5本ぐらいだったけど、もうあのそっからあの黒染めです。でもそれって凡人の話ですよね、お前。お前です。だから種族が違うと思ってたから、種族が、うん、何、はい、ま、8は8でもミツバチと女王蜂は違うわけなんですよ。まあね、トノサマガエルとその辺のアマガエル一緒にしてるんだ。アマガエルとトノサマガエルね。よう、たっぷり出てくんな、お前は。本当にすごいな。34からって誰が決まったんですか？いや、ネットで調べた。34になった瞬間に白髪があるネットで調べた。34だ、マジさん。34です、今年、うん、じゃあ、もういや、僕17とか6ぐらいからあります。あ、苦労してるわ。マジさんはありますよ、中学生。あ、苦労してます。俺、あんまないっすね。俺ないっすよ、ないっす、ないっす。お前で苦労します。え、なんか美容室でも白髪ないですって言われても、だいたい1本とか2本あるんですよ。あ、そう、はい、もうちょっとこうピッて隠したら分かんない、本人気づいてないから言いづらいじゃないですか、うん、マジ1本もない、ノンストレス。周りが生えてます。ストレスで生えるまだストレスもあると思うよ。いや、多分あれってなんか原因分かんないからストレスって言ってるだけだと思う。あ、そうなんだ。でも実際本当に俺ストレスたまんないタイプなんで、あ、俺はもう根っからの超ポジティブでありながらストレスもたまらないっていう最強の形態なんで、まあね、ちょっとたまりそうになったらもう発散するもんね。まあね、うん、発散うまいよね。発散うまい、わかるわかる。発散うまいなとは思う、生活してて。なんかやりたいことと食べたいこととってちゃんと明確だし、うん、発散するときはもう発散しないと次に行かないじゃないですか、うん、あとストレス環境に身を置かないもん、うん、あ、そうっすね、うん、逃げボタン使うもん。確かに速攻帰るもんね。俺はそれ早い、早いな、切り替えが大事だよね。ストレス溜まる環境にいればいるほど疲れちゃうし、よくないですよね。確かに白髪ってちょっと嫌かもしれないです、ショックかもしれないです、はい、分かんないですけど、まあ僕は34でした。でもいきなりできるっていうのは確かにちょっとあれですね。そう、いきなりできました。で、ただまあなんかあのびっくりしたのが、最初に白髪発見したのは鼻毛です。鼻に白髪ができて、お、透明だなと思って、で、まあたまに生えてくる、きますね、今でも、うん、鼻が早いかも、最初びっくりしたけど、まあ今はちゃんと付き合ってますよ、僕はね。まあ仕方ないです、置いていくこと。そうそうそう、まあある程度抗いますけど、受け入れざるを得ない部分もあるんで。そうね、一本もないってすごいね。マジで一本もないですよ、ね、見たことない、この5年間ないよ。だってこっち今日は染めてないもん。染めてない。あ、すごいな。でもなんかちゃんと黒くていいな、マジで。下手にちょっと茶色だったら嫌じゃん、うん、なんかね、羨ましい。これは採用ですね、髪質は。さあ、終わりました。さあ、ついにヘアメイク。何これ。さあ、ついにヘアメ動画とか出してるの、たまに。まあ、最近あんま出してないですよ。おー、じゃあ最新のピカルのヘアメ動画いきましょう。でもカットをちゃんと全部出したのは多分初めてじゃない。おー、ありがたいよ。密着ですからね。セットしたらダサいんですよ、ずっと。本当に、やっぱ笹木さんがここでも必要な存在だ。セットないです、ずっと。マジで、ちゃんとセットしないと本当にダサいんで。いや、マジで毎朝やってるもんね。あれ、部屋目の時間で目覚ます感じですね、
まあ、でもマジで昨日マーダーやんなくてよかったわ。あれ死んでたね、俺も。今こんなに喋れてるのマジで、うん、この状況だからマジで。マーダーやらなかったから。本当にやらなくてよかった。この後の選択肢だから林さんでも行くか行かないですよ。林さんが待ってるんで。さあこの後ですね。もしかしたらおまけでついてくる林直弘歓喜の急上昇1位キャバクラ三昧を見れるかもしれません。はい、行きましょう。ずっとおるな。すごいな。ほんまな。そんなに楽しいやつがいますよ。飽きないのかと思う。ちなみにね、もうね、10年以上やってますからね、あれを。ずっと。いや、僕、再開してから29ぐらいだったけど、まあ今、今年30だから、もう9年だよな。その前からつってたから、まあ本当に、25ぐらいからずっと続けてんじゃない多分。14年ぐらい。趣味なんだろ。飽きちゃうじゃないですか。いや、飽きんねん。だからもうなんか義務だもんね。なんかよう考え、職場に向かうもんね。なんか、職場として。税金みたいなんだろ。払わなきゃいけない。年貢と納めなきゃいけない。そうそうそう。税金を納めた上での可処分所得っていう、あの、税金を納めた後のお金を全部使う。とんでもないよ。本当に。普通の人はさ、まあ、経営者って、なんかその、税金、経費とかでね、法人の中の経費は交際費800万とかでね、うん、まあなんかやりくりしたり、ちょっと800万の枠出るからもう一個会社作ってとかね、うん、そういうなんか節税とかやっていくんだけど、林さんはもうフルベッドですよ。ちゃんと税金を納めた後の。後の、綺麗なね、別に経費枠でもないものを使うから。現金として残せてるやつを使う。そう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 。アホだよね。だからし、おもろいですよ。確かに。ほんとだからおもろいんだと思う。ある種一番健全って健全なんですよね。あ、そうそうそう。ためないっていう。ためない、ためない。いつでも稼げる人はためない方がいいですもんね。いつ死ぬか分かんないんです、うん。さあ、徐々に出来上がってきましたね。お待たせしました。光、うん、光が生まれます。新しい。ねえ、うん。こうして光が作られた。佐々木さんのやっぱアイロンの仕方がふんわりいくよりも、カットからこう繋がってるからいいよね。あと自分で切ってますからね。うん。普通の人はね。ヘアメイクするときって人が切ってるのやるんで。そうだよね。やりづらいんですよ、めちゃくちゃ。ああ。なんでここ角残ったんねんとなる。え、でも光くんがやるの佐々木さん。今はやってないんですよ。昔はめっちゃやってましたけど。あ、ロケくんとか全然やんないんだ、あれは。まあ、やんないっす。へえ。撮影行ってるじゃん。まあまあ確かに。こうやってアイロンしてるの見たことない俺。綺麗に 5等分でね。すごない。そしたらもう2等分なんですよ。あ、ごめん。ちょっとネタ振りで毎回出てくるからおすすめで。悩みね。うん。これで。おお。あ、何もつけないですね。まだ。まあまあつけます。いらないですよね。いらないです。おお。さあというわけで完成です。はい。ありがとうございます。ニューピカル。最近のヒカルのヘアメイク動画でした。はい、だいぶ、うん、あ、さっぱりしましたね。はい、と重かったんで。ボリュームはとって、まあ、前髪とかは残してますね。いや、もう後ろめっちゃふんわりしてる。ままに着てればだいぶ変わる。なるほど。じゃあ佐々木さんありがとうございました。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 はい、急上昇1位の反響を言うと、はい、やっぱりこうフランチャイズの素晴らしさが夜伝わったみたいで、はい、あんまりうまくいってないビジネスなのにこれいけますみたいな問い合わせいっぱい来てます。おー、その中に原石あるかもしれないんですけど、ちょっとなんか僕あの地元でカラオケ大会主催してるんでフランチャイズ化できますかみたいな、それは厳しくないみたいな、そこがもう結構来てるっていう。めちゃくちゃ良さそうな、はい、ビジネスも来てるし、はい、そうじゃないかっていう、多分ヒカルさんの力でなんていうの、こうすごい今まで様子見てた層が、そうそう、これもいけるんじゃないですか、いけるかもみたいな、みんなに夢と希望を与える感じがしますね。いや、すごいっすね、本当。やっぱ反響すごいっす。やっぱビジネス的に成功しそうっすね、やっぱね、ヒカル君と組むことによって本当に。まああとはね、みんな羨ましがってます。例えばあの青さんとかが、そう俺も出てみたいなのが、確かに、ああそう、確かに。だからドラゴン細いの次ぐらいはちょっと青さんキャラかぶりしてるな。そうか、イシャイシャだもんね。イシャイシャだからだよね。しかも細い強いからな。そうだよね、細い強そうみたいな。本当ありがとうございます。
嬉しい。いい発見。ただちょっといいですか、はい、母さん。また入れてるじゃないですか。ああ、また？これ2本目ね、2本目。あ、そう、うん、これ2本目。2本目。もう、またやってんすか。いいね、もう、ヒカルさんのおかげでまた有名になれるから。ありがとう、ヒカルさん。水木さん、お願いします。その日に、その月稼いだものは全部使おうと思う。お金ない。はい、急上昇1位だから。さすがです。リューピーと一緒で急上昇1位だからいい、ね。いや、間違いない。急上昇コンビ。やばい。いや、いい祝杯っすね。けどとりあえずあれ、僕はあの急いであの日向ちゃんにありがとう日向ちゃん行かないと。あ、行きましょう。あ、えらいの日向ちゃん行こう。この後ここいないから、ここいないから。あ、そうなんですね。ここじゃないから。わかりました。じゃあ、あの抑えを抑えに行きましょう。ほんと、ほんと抑えに出てくるんでありがとう。確かにね。はい、ヒカルさんのね、YouTube に心よく、あのね、出演していただいた、僕の一条ひびちゃんのアフターの抑えのジャングルセカンド、ヒカルちゃん、ありがとうございます、ご出演いただいて。紹介の仕方よ。あの、出演のお礼に、あの、シャンパーあげてきました。ありがとうございます。はい、どうぞ、シャンパー。待って、林さん、これ10万円っすか？はい、あの、1月10万円です。100円です。高っ！ 1月10万円。ガチャで10万円。何のシャンパーだよ、私見ない方がいいと思う。いや、見てる、どうぞ。見てる。なんと、なんと、ドッペリーノ。あー、まあ、値段相当、もしくはちょっと損。普通でしたね。まあ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 。万が一伸び切った場合、もう一回ガチャいきます。なるほどー。本当、あの、出演してくれてありがとう。わかりました。ありがとうございます。おかげでなんか映えました。おかげで急上昇1位取りました。ありがとうございます。確かに急上昇1位があるです。どうぞ。そうだよ。BTS を抑えて急上昇1位です。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいな、このガチャも。このガチャなんだよ、マジで。